谷口室尾です、室尾窯、で名護市で今、ものづくりをやっています。ものづくり自体がですね、子どもの時から育った環境に近くにあったんですよ。父親が絵描きで母親も絵描き で絵の教室とか陶芸教室やってたんで、遊ぶものの粘土とか、それが一番大きな要因ですね。あとものづくりをしながらなんか生活に寄与できることに魅力を感じてたんで、それが一番志したっていう要因になりますね。生活の中で活かせるものを作るっていうために作るっていうことですね。何かを作りたいなとずっと思ってて、それを自分の中に落とし込みやすかった。でまずですね、自分が好きなものを作ることですね。で、2つ目が、先人が積み重ねていったノウハウを自分の仕事に反映させていきたいとは思っています。体育館からの眺めが素晴らしいので、ぜひゆっくりコーヒー飲んでゆっくりした時間を過ごしてもらいたいと思います。